はい、始まりました、はい、IVE トークジャム 50th anniversary IVE Girls Compilation The The Time 12 Colors 発売直前スペシャル。言えなかったテック2で言えなかったもう一回やるか。いやもういいか。いいです、大丈夫、はい、行きましょう。はい、ちょっと始まりましたね。はい全3回となるこの発売直前スペシャル、はい、今日初回ということで、初回。でこれはあえてガールズコンピレーション10とは言ってません、うん、なぜかというとこのアルバムは全曲オリジナルということもあって、本来のガールズコンピレーションとコンセプトがちょっと違うという点を考慮した結果でありますと、うんうん、そうですね、はい、ちょっと新たな企画のね、はい、またコンピレーションということに、ね、はい、まあ、50th anniversary ということもあってですね、はい、今までのそうです、ね、新旧歌えておりません内容となっており、そうですね、実に濃いそうですね、アルバムになっておりますね。これはちょっとその話をね、これから、はい、ラジオでこの3回に分けて、ね、いろいろ話していければと思っておりますので、はい、じゃあとりあえずまずゲストを、あ、マジですか、紹介しちゃいましょうか。はい、どうですかね、うん、じゃあまず CG ミックス、はい、あの今 iPhone 普通にふーんって見てたらいきなり1番目だったので油断してましたね。そうなんです、はい、さっき1回目テイク1テイク目のこと言えてたよ、ね、言えてた時でこれもう次言えないなと思ったらやっぱ言えないんですよ、まあ、そういうもんです。それからもうあの将軍にあの編集で、うん、あ、うまくつないで、まあ多分流れると思うんですけど、はい、2人目のゲスト川田真美ちゃんでーす。どん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 、はい、なんか言うことありますか。ないのか。この間福島のことでいいですか。長くない。もうおいおいちょっと時間が余って、はい、あ、ラジオでも言えるしね。ないよ。そうだね。それと3人目コトコちゃんでーす。こんばんは。こんにちは、コトコでーす。コトコちゃんね、今は相棒離れてますから、はい、今回は第1回目ということで、ぜひというお願いに応えてくれて、はい、来てくれたということです。ありがとうございます。光栄です。そういう方ですね、この場を借りてですね、このアルバムに協力していただいた歌い手さんたちにお礼を言いたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これなくしてならないですからね。そうです、本当にそうです。これ皆さんの力ですね、はい、というわけでまず一曲いきますか。あ、一曲いきますか。まずはね。そうですね。そうですね。まずはじゃあミミックスの方から紹介してください。いや。あ、違う。一曲では。違う。これ間違い。確かに。台本でちょっとあるんだ。台本あるんですけどね。よくよく考えたら俺らの紹介してない。俺らの紹介。マジですか。ハードこと高瀬とスタッフこと中澤です。よろしくお願いします。やばい。全く紹介しませんでした。これ誰が喋ってたんだっていう。これがトークジャムだからいいところだからね。まあ明治会のショーンさんは今回参加してないんですけど、まあ後々ね。そうですね。後々じゃない。土地はないですけど。ないですね。そう、二人じゃない。今回はもうちょっと。はい、このグダグダを押していこうって話。アシスタント的に川田真美さん。そう、アシスタント的にこうフォローさんの。アシスタントも全然話が上手。今任命しました。今任命。ただいま任命いたしました。もうそろそろ一曲いきたいと思う。はい。いいですよ。どうやら私の曲からという形なので。はい。せっかくなのでこのアルバムラタイムの一曲。ラタイム。ラタイムね。はい。の一曲目にも。おい、ナミちゃんが送りました。はい、私の曲を聴いてください。川田真美でトランジション。またこうしていたい音、回した腕が力なくて、でも引き離せないのは優しさじゃないの知ってる。何考えてるの、多分同じかな。守って幸運な
トランジション今聞いてもらいましたけど、はい、どうでしたでしょうか皆さん。かっこいいですね。かっこいい。